中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、豊島岡女子の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあるので使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、こんな問題です。一辺の長さが6センチの立方体があります。この中にある四角柱 BFGL AEHK と三角錐 DJGH の重なった部分の体積を出せっていうことです。ちょっとこの四角柱と三角錐図に表してみようか。四角柱はまずここと、ここが底面になってて、ここが高さ。こういう四角柱だよね。で、三角錐は D を頂点にして、JGH が底面になっている三角錐です。この二つの重なった部分でしょ。ちょっと同時に出してみようか。この四角柱と、この三角錐の重なった部分です。そうすると、まあ、この底面はね、重なってるから、ここ底面なんだろうっていうことはわかります。で、どんな立体なのかパッとイメージできるかな？なかなか難しいよね。難しさの原因の一つは、この四角形の中を、この JD の線が突き抜けてるよね。ここがどうなってるのかちょっと想像しづらいでしょ。で、こういう面を直線が突き抜けているような時は、直線として考えたら難しいです。これは面と面との交線を考えてください。面と面の交線って何かっていうと、例えば、この平らな面があります。これに垂直な面がゾゾゾゾッと近づいてきたことにしようか。で、ぐさっと刺さったことにしましょう。そうすると、この線あるよね。これが面と面の交わってる線、交線っていうことです。これを考えていくわけ。さあ、そうするとこの JD の線っていうのは、この青の面に属している。この青の面と赤の面の交線を考えていきます。さあ、でもこれもね、ちょっとわかりにくいよね。で、交線を知るコツはね、実は面と面との交点を探します。交点っていうのは、例えば赤の面と青の面で言えば、この G あるでしょ。この G はどっちの面の上にもあるよね。こういうのを交点って言います。さあ、そうすると、あともう一つ交点が分かればいいんだけど、このど真ん中の、この突き抜けてる点は今ちょっと分かんないよね。もう一個探そうか。これどうやって探すのかっていうと、この青の面はね、もっと広がってます。例えばこの JG の線は延長することができるよね。で、さらに切り口のやり方覚えてるかな？平行な面に入る切り口は平行になるので、この右の面と左の面は平行だよね。そうすると DG と平行に AF に切り口が入ってきます。で、A と D は結ぶことになるので、この青の三角形の面はこの長方形の面って考えることもできるわけ。そうすると交点がもう一個見つかったでしょう。そう、この K です。これ赤の面も青の面も両方の上にあるよね。これが交点なわけだ。ということで、この K と G を結んだこの線が交線っていうことになります。さあ、これでだいぶ見えてきたかな。この立体が重なった部分っていうのは、この線引くとわかりやすいかな。この JGH を底面として、側面が、ここと、ここと、ここの三角錐になってるわけ。ということだから、あとは高さが分かればいいんだよね。さあ、じゃあ高さは、この三角形とこの三角形が相似になってるの分かるかな？で、さらに、JG は4センチ、KD は3センチなわけだから、4対3の相似です。ということは、高さも4対3。これが三角錐の高さの比にもなっています。つまり6センチの7分の4が下の三角錐の高さっていうことになるわけ。じゃあ、あとはわかるよね。JGH の面積が 4×6÷2 です。これに高さの7分の24をかけて錐なので3分の1をさらにかけます。7分の96立方センチっていうのが答えになるわけ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。